はい、こちらダブルオーですね。そこか、よし、そこか。さて、ロイヤーの秘密の射撃を。さて、行け。さあ、やめろ。もらった。させるか。そうできないのか。展開沈め。よし、迎撃する。装備を変える。ロックオン。これなら。じゃあ、そう。援護。落ちる。はたく。ここは俺の距離だ。イモミ回転はやっぱり強いですよね。トランザムライズダーでトランザム。さあ、これは非常にまずい展開ですけれども、邪魔だ。分かりする。威嚇か。はい、じゃあドッキングからのスワンタが入学。さあ、何が上がったかな。相方のロックオンスタート合わせるな。クマ頼む。さあ、非常にドライブモニターが入学。さあ、ここの攻防がスワンタが合わせてガードは入って、こっからレンジャーパスの確認が入ります。そこ、ここは俺の距離だ。誰かいないのか。はい、裏にこないのか。さあ、ジェイコンが入って、ワンチャンあるんじゃないですかね。ロールに行くことはできればバックない。ここは俺の距離だ。さあ、俺の距離だから、これ、ロールは、俺がいる。ディーカッカー逃げる。ディーカッカー逃げる。ちょっと、アイラスになるけれども、ワンチャンのメインが出るタプラスの人たちで勝利したのは、世界のミラーを。グラスオルリベアさんのクアンタでした。おめでとうございます。はい、では続きましていきましょう。さあ、チームケネコの主三連連チームバーフ、ピオ、トマト、ハイ、ニュー三連だろー。さんのニューガン対するはチーム残念なラブの敗北先制タイム。死神取りに行き、ドライでお願いします。もらった。さあ、ニューですかね。せっかくなんで、まあ、ニューにしましょうか。神の国への異様を渡せ。ハイニューじゃなくて沈め。そこだ。邪魔だ。あ、ニュー、ハイニュー沈め。神の国への異様を渡せ。はい、コメさんありがとうございます。神の国への異様を渡してやる。させるか。ちょっとですね、PC の方の問題がありまして、コメントちょっとひどい、コメントがすごい拾いにくい状況になってます。申し訳ないです。まあ簡単に言うなら、あのニコニコ動画の画面が真っ暗でちょっとコメント拾えてません。先ほどのコメントの検診としましては、とりあえずこのコミュニティでは月1のウルブ放送、まあ大会ですね、やってます。ということで大会の方に戻りてみましょう。行け。神の手の引導を渡して行け。行けるか。やってやりますよ。バリア張って行ける。当たるって食らえる。行け。好きにはだろわせろ。ドライに張り付いて行け。すごい。さすがだったね。介入が受ける形です。よくもございたな。当てる。カメラ国への引導を渡してやる。カメラ国への引導を渡してやる。くらえ。カメラ国への引導を渡してやる。何に合うんだか。行けないか。カメラ国への引導を渡してやる。今からできるか。なるほど、ゲームが続いていきたいところ。
さあハイニューが先頭の鍵を石行って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 、ああここでターンがそこだ。下がってよ、落ちろ。さあ進化投資のようです。さあニューがニューが見せていく。さすがですね、フィンバリア強いですね。メインメインエンサーブガード、ところをハイニューがターン X に切り勝ったり、勝利したのは敵を止めることはできたな。おめでとう。